80bpm ぐらいのバラードを練習していて、今セッションで合わせるのですが、本番を想定して、クリックを聞かずに見ながら、演奏していると常に走り気味になるのですが、ゆっくりテンポをキープするコツはありますか？ちなみにバスドラ16ボンボがたくさん出てきます、意識すると走りにくいんじゃないかなって思うことが、例えば8ビート、ツッツッタッツッツッタッツあるとして、80bpm ぐらいになると、やっぱここからここまでの距離感がやっぱ広くなるじゃないですか。まあ、80bpm ちょっとクリックを流してみるとしたら、1、2、3、4。割とこう一拍のこの間がこう広くなるというか感じなので、8ビートの例えばフレーズやったとしたら、ちょっとね、こっち側を意識してみてもらってもいいかもしれないですね。言ったら裏の方 1N2N3N4N の方を意識してみるみたいな、なんかあのここを追いかけるように叩くと、なんかやっぱ結構早く着地したくなるみたいな、1 2 3 4 1 2 3 4 1、早く着地したくなるみたいなのがあるかもしれないんで、くつつつつつつつの頭じゃなくて1 2 3 4 1 2 3 4 1じゃなくて1 N2 N1 N2 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 N
をそんなに遅く聞かせれないみたいな感じの、あの、ゆったり感がちょっと出せれると思うので、なんかこの裏の感覚をちょっと意識しながらやってみると、まあ、走らずにいけるし、あの、16分の足も、なんか割とここも安定してくると思うので、なんかこの1エン2エンの、なんかこっち側、なんか丸書きすぎてよくわからなくなってるけど、こっちの方をちょっと意識してみてもらってもいいのかなと思いますかね。はい、